それでは第七レース一着となりました柴田隆二選手ですわ。一着おめでとうございますわ。どうもありがとうございます。鋭いまくりでしたわね。そうです、ね。あの、自分はそんなに足使わないような展開だったんで。まあ、落ち着いて仕掛けることができました。踏んだ感触はいかがかしら。そうですね。あの初日から調子は良かったんですけど。あの、ちょっと初日ちょっと迷惑かけてしまって。 まあその分も今日取り返そうと思ってちょっと頑張りました。そしてラインワンツ決まりましたわ。そうですね。結果ワンツ決まって良かったです。このコーチバンクはいかがかしら。あの前回来た時に落車してあのー、ちょっとイメージが悪かったんですけど、まあ一着取ることができてまあイメージも変わりました。では明日最終日もお待ちしておりますわ。頑張ります。 では、明日最終日に向けて、高校時代ご活躍されてた陸上部のやり投げをお願いいたしますわ。皆様、ご注目くだされ。かなりの助走ですわ。構えましたわ。おお、決まりましたわ。おめでとうございますわ。<laughs> いい。